41阪急40系電車は、阪急電鉄の前身である、阪神急行電鉄時代の1923年に5両が製造された小型木造車体の電車である。神戸線開業の翌年である1921年9月2日、西宮北口駅宝塚駅間で今津線の前身となる西宝線が開業した。開業時は単線の線路を神戸線と同じ51型が往復していたが、沿線の開発がまだ進んでなかったことから、乗客数は少なく、先に伊丹線向けに登場していた37型同様の小型ボギー車を投入して51型と置き換えることとなり、本形式が登場した。1923年10月に40から45の5両が藤永電造船所において製造された。先に製造された37型とはほぼ共通のスペックを持つ車両であるが、電装品に初めて国産品を使用している。車体は木造で全長は約 11.2 メートルと37型に比べると10センチメートルほど短いが、定員は65名で37型と同じである。側面窓配置も37型と同じ D8D で、前面窓配置も37型同様、緩やかな曲面を描いた、平妻の前面に3枚窓を配したデザインである。屋根は、明かり取り窓のついた二重屋根で、ガーランド型ベンチレーターを取り付けているが、37型の片側2機から4機に増加している。座席はロングシートで、室内灯は37型とは異なり、同時期に製造された51系の最終増備車で、ある81から86と同じシャンデリア型のものが採用された。運転台との仕切りは37型と同じ H ポールに似た形状のものを採用している。主電動機は東洋電機製造製 TDK-9C を2機搭載、制御機も同じ東洋電機製造製である直接制御の TDK-DB1-K4C を搭載した。その後の500系、600系製造時には再びゼネラルエレクトリック社製の輸入品に戻り、国産電装機器の本格使用は1930年製造の900系以降である。その後新豊線用の車両においては、伝統的に東京芝浦電機製の電装機器を使用することとなったことから、一部の例外を除いて、本形式は新車としては唯一の東洋電機製電装機器を装備した車両である。台車は JG ブリル社製。ブリル 76E1 を履き、終電装置は、パンタグラフ終電が始まっていたことから、パンタグラフとトロリーポールの双方を装備しており、通常はパンタグラフを使用していた。本形式は、当初の目的通りに下から線に投入されて51型を置き換えた。ところが、1926年に、西宮北口駅今津駅間が開業して、路線名も今津線に改名され、車両も木造商電の譲渡車である90型が就役すると、小型で輸送力の劣る、本形式は1927年以降紅葉、伊丹両線を中心に運用されるようになった。さらに1930年には、今津線用に 1K1 の6が転入してくると、余剰となった、本形式は、池田車庫に転出して、箕面線で運用されることとなり、37型が入れ替わる形で、西宮車庫に転入して、紅葉線で運用された。このほか、1926年には、終電装置をパンタグラフに、換装の上同時にフェンダーを撤去。1928年には当時在籍の各形式同様、暖房装置を取り付けている。箕面線転出後の1931年には、42が、踏切事故で、消防車と衝突して、全焼、9月13日付で廃車となった。その他の4両については1932年2月1日付で、能勢電気軌道から37型に変わって、本形式の借用依頼を受けて、同社の他客機に貸し出すようになった。その際にはパンタグラフに加えて、トロリーポールを装備したが、パンタグラフ側のトロリーポールは、通常のものに比べると竿が短くなっている。また、乗せ電気軌道には、併用軌道区間があったことからフェンダーを装着した。1936年には320系の申請に伴って1系のうち15から 18.33 の5両が未納専用に転入してきたことから、小型で輸送力が劣るだけでなく、直接制御で連結運転のできない本形式は旧車となったが、乗せ電気軌道では従来在籍していた単車が老朽化していたこともあり、同年10月から同社へ貸与されることとなった。当初は、絹延橋車庫の留置スペースの関係から、池田車庫に留置されていて必要な時に、乗せ電に入線するという形であったが、1940年頃からは 41.4345 の3両が、乗せ電気軌道に常駐するようになった。このため、1942年までにはパンタグラフが撤去されている。一方、40は、未納線の予備車として引き続き、池田車庫で待機していたことから、パンタグラフは、存置されていた。本形式は線載を受けることはなく、戦前、戦中同様 41.4345 の3両が、乗せ電気軌道に貸し出され、同社オリジナルの31型とともに、主力車両として運用され、無害電動化車まで動員して、乗客輸送に当たるほどの慢性的な、車両不足状態を乗り切ったほか、40が予備車として、池田車庫の片隅で留置されていた。1948年6月23日に、現在の甲府台駅付近で103号電動化車が31型に追突、ブレーキが破損した103が暴走して、笹生駅東方で43と正面衝突し、43が大破して、車席上級車となったため、40が代わりに貸し出されて40型は、全車乗せ電気軌道常駐となった。乗務員からは、力があって、なおかつ速度も速く運転しやすい40型は、好評だったという話が残っている。戦後の混乱期も収束して、復興へと向かうようになると、乗せ電気軌道においても、車両の近代化を進めることとなった。その第一陣として1953年8月に元阪急37型を購入した70系の高耐荷改造を実施、1954年までに全車が50型に改造された。引き続いて40と41の伝送機器を流用して高耐荷改造を行う計画が立てられ、阪急ではこの2両を1954年9月22日付で乗せ電気軌道2乗として、機器を提供し、これを用いて50型と同型の車体を持つ60型が製造された。一方、車席上級車が続いていた43を、高耐荷改造で不要になった41の車体と、事故後に車体が解体された後残った43の台車、阪急内で旧車となっていた、電動化車206の伝送機器を組み合わせて、復活させることになり、結果的に 43.45 の2両が引き続き貸し出されることになった。ただし、43の制御機は206の TDK-9C を搭載している。その後も阪急借入車であったことから、阪急の車掌を取り付けて、乗せ電席の 31.3750.60 の各形式とともに、乗せ電内を走っていた本形式であるが、乗客が増加してゆくのに伴い、50型や60型と比べて収容力が小さいことから、1957年に、旧新京阪 P-4P-5 を購入した、10型が収益すると、廃車となった37型の後を追って、次第に予備車扱いとなって使用される機会が減り、1961年以降は10系の増備車として新たに P-4P-5 を借り入れた20系の収益によって完全に予備車となった。同年秋に50型が搭載する GE-203P モーターが故障したことから本形式の伝送機器、台車と交換することとなり、1961年10月に45が、1962年2月に43が運用離脱して機器の換装が行われた。その後は営業運転に復帰することなく、同年9月29日付で阪急に返却され、同日廃車となった。廃車後、12月10日に 43.4 号とも、池田駅前駅からトレーラーで搬出されて43は、池田車庫、45は、西宮車庫、工場の倉庫代用として使用されていたが、後解体されている。このあたりの事情は34型の登場時と類似している。AB 山口益男、阪急電車 JTB パブリッシング、2012年、46ページ。端子電圧 600V 時定格出力 37kW 京都専用 710系の最終増備車である718から768を神戸線向けに転用した822から872の例がある。また、新車ではないが1969年から1971年にかけて東洋電機製造製の伝送機器を装備した2300系が多数神戸線で運用されている。この間の1941年には、能勢電機起動創業時から在籍していた単車の1型が廃車されている。車両不足の背景には、在籍車両のうち37型が、搭載されたモーターの境時コイルの接続ミスが、原因で故障がちだったことがある。45は、当初台車を履いて、線路上に留置された状態の写真と、その後台車を外されて構内に据え付けられている、状態の写真が残っている。ありがとうございます。